先生で。あ、はい。それではですね、私の方は、まあ今ちょっと和歌集がね、ちょっと中心になったので、念者ですね。はい。ね、念者側から。念者側っていうか、ね、私はね、和歌集も好きなんだけど、念者がいいですね。特に例えば今のゴンクのヘタレぐらい。完全に私もそうかなと。あのというか、だから M の世界ですよね。殺されたいという世界で、ちなみに今のこれちょっと説明なかったんですが、これこの表紙なんですけど、この表紙はですね、これゴンクロなんですよ。ヘタレの、この左の黒いね、あの腰抜けに用はない、ええ、腰抜け、このゴンクローズ、これ梅鉢のですね、門があって、うん、それから一応門をつけてるのがこれが、うん、あの神事ですね、神之助なんですね。で、この場面はどういう場面かと考えますと、これはあのね、神之助が傷ついて、それをゴンクローがですね、助け起こして、神之助大丈夫か、しっかりしろとかなんかね、言ったような感じですよね。ね、そしたら、まあ、あのこれは、人事の方がですね、兄者人、申し訳ないとかね、なんかありがとうとかなんか言ってる場面ですが、こういう場面は物語に一度も出てこないんですよ。これは仁之助の願望絵なんです。うん、こういう兄者でいてほしかった。そうそう、こういう兄者でいてほしかったし、ゴンクも俺もこういう兄者になりたかった。で、ついになれなかった。なれなかった。ね、このそれを表紙に持ってくるなんだ、すごいですよね。先生が喜んでる。願望ですね、まあ、そういうところがあって、まあ、そういう工夫もこの本はありますので、ぜひね、あのいろいろ探していただきたいというふうに思います。はい、じゃあそれでですね、私はその、牧野さんの夢路の酒焼きという、まあ、これがですね、またこれ大変な作品で、いろいろと揉めに揉めている、作品なんですけれども、物議をまさに醸し出している作品なんですね。で、これはですね、まあ、あの本をお買いになっていただいた方は92ページにあらすじが、まあ、ありまして、まあ、とにかくその三之丞というですね、まあ、田村三之丞という、まあ、若武者、まあですね、それからもう一人の、丸尾寛衛門ですね。これは非常にあの、まあ、丸尾寛衛門は、まあ、武道に言いましょうか、非常に、腕の立つとこなんですけれども、まあ、またあの伊達者なんですね、伊達者なんですね。非常にあの何でしょうね、かええかっこしいというか、いつもこうかっこをつけているということがありまして、それで、本部には吉屋風の伊達な大将の刀を刺していたなんて、こんなのをさりげなく入れてきて、吉屋風の伊達な大将なんていうので、これ当時の人たちはスッと分かったわけなんですね。で、これはあの非常にあの何て言うんでしょうね、白い鞘でね、かっこいいというか、あのそういう、まあ、吉屋というのが、まあ、当時いた人なんですけれども、そういうことがここにさらっと書いてあります。それで、まあ、出会いが非常に衝撃的でありまして、三之丞がですね、まあ、これはまあ、場所というか、まあ、奈良のですね、まあ、春日山の近く、ちょうどこれですね、このところで、この川でですね、ちょっと唾を吐くんですね、うん、で、その唾をですね、流れて、こう川が流れてくるわけですけれども、それをこの寛衛門がですね、飲み干してしまうんですね。で、雫の子ですね。そう。で、この絵はあのやはり安藤さんでね、描いていただきました。素晴らしい絵で、この、よく見るとこのふんどしがちらっとね。ふんどしが、はい、ふんちらこれふんどしのちらっていうのはふんちらって言うんですか。安藤先生ふんちらですか。ふんちら。ふんちらっていう言い方あんまり綺麗じゃないけどね。ふどしっていうか、ふちらぐらいがいいですね。ふんちらって言葉もあります。あるんですよ、初めて知りました。で、こちらのそのふんちら、パンチラ、パンチラ、
バリチェックしでそのまあとにかくこちらのですね、今年やることでその千葉のこの輝きがこうちょっと目立つと引き立つキラ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 、あ、そういう意味ですね。そうですそうです、はい、これ怪しい種類じゃないですか。怪しい種類じゃないですか。はい、大丈夫と、はい、で、左にいるのが三の種類で、この場面をですね、あの私は大変あのつまり念者のですね、あの若衆の書いた唾をですね、念者がこう飲むというものですね、これは大変美しいシーンだというふうに、若衆研究会、若衆文化研究会で、言いました。で、私はもうその時私の世界に入ってましたんで、多分皆さんも同じ気持ちだろうなとで思って、ですよねって話をした。で、みんながハートの目をして、こちらを見るだろうなと思ってみんな、さーっと潮が引く、潮が引いてましたね。そう、最低みたいな感じで、あれはショックだったですね。まあ、そんなことがあってですね、それでまあ結局この三の条はこのままここで分かれるわけですが、ここから始まるんです、ストーカーがね。このまあ大体あのまあ念者っていうのはね、ストーカーが多いんです、ストーカーキスがね、この後の話もね、そう、多い、はい、多いんですよね、はい、追っかけていくね、追っかけで言えばこの人というか、でこの奈良なんです、はい、これね。で、向こうに見えるのはあの山は春日山です、これ、うん、で、これあの安藤さんにね、書いていただいて、うん、春日山をちょっと出てくれてるとか、で、この春日山のあるこの奈良から、郡山のところまでですね、だいたい10キロぐらいかな、うん、その間ずっと夜ですね、まあ三の字が帰るんですけど、それを追いかけていくんですね、でずっと、でもこれ普通のストーカーと違うのは、自分を出さないんです。自分のためのストーカーってないんですけども、であの例えば三の字が途中で、暗くて歩けない時に自分を出さないで、どっかの下男のふりをして、明かりを持って前はわずか歩くんです。この辺りも2の1とちょっと響き合いますね。2の1でもこう明かりを交互をつけながら少しこう道を見守っていく、念者が見守っていくんだけれども、はい、こちらもやっぱりこう明かりを灯しながらずっと見守っていく。そうなんですね。で、また送り返してくるね、そうそうそう、この歌詞は。そうなんですね。で、行ってからそれであの、まあ、三の字を自分の家に着くんですけど、着いてからおかしいなと思うんですね。あんなに都合よく下男が出てくる、おかしいだろうと思って、ひょっとしたらと思ってですね、外出てって追っかけてみたら、やっぱりその勘右衛門がずっといたと。で、今度はずっと送ってってですね、送ってって今度追いかけてって、そしてまた奈良まで来るんですね。で、奈良まで来て、そこで初めて奈良まで来たよっていうことで明かすわ、明かす、あの、で、気持ちを明かすわけですね。で、そこで二人はまあ約束をしたと。で、まあ今度また三の条が帰んなきゃいけませんから、また勘右衛門が送っていくわけですね。で、送ったり送られたりして、早く帰るよって言われて、そういうことを続けていって、カップルになり始めの頃ね、そうありがちな、あるあるありますよね、そういうことって、なかなか帰れないというね。それで結局そんなことやってる間にちょっと風邪をひきまして、それが元でこの勘右衛門は死んじゃうんですよ。何やってんだって言われたんで、ツイッターではこの水を飲んだせいじゃないかって審査が書いてました。それは面白い、ね、何か悪いものが入ってる、うん、それは面白いと思うんだけども、でもまあ、あの後を追いかけていくというと、この次の話がやっぱり、そう、その、まあ、ちょっとそれでね、はい、結局いや、まあ次の話、まあね、はい、あのいいですけど、あの、はい、結局ですね、まあ死んじゃって、それで死んだところにその供養に行くわけですね。そうすると、この勘右衛門と前に関係のあったその元歌手がいましてね、これが名前なんですけど、佐内、佐内君がいまして、話を聞くと、実は僕が付き合っていた。そのきっかけは何だったかというと、うんうん、これはあの勘右衛門が水をまいたときに、あ、ごめん、勘右衛門じゃなくて、佐内が水をまいたときに、後ろにいたと、水の分かれたところに、かかるところにわざわざいたんですね。で、そうや、そういうことばっかりやってる人なんですよ。やっぱ大好物、若手が大好物。そういう仕掛けてるというかね。で、そうやって、佐内と関係が。で、まあ、結局ここで佐内と、それから三の条は、
まあ、これ2人が、まあ、主導の関係、結ぶわけです。でそうすると、夢の中にですね、この観衛門が、まあ、死んだ観衛門が出てきまして2人を祝福するんですけれども、その祝福の仕方がまた面白くてね、この三の城の髪型がですね、特に瓶のところがちょっと郡山風でちょっとダサい、これ直したらいいんじゃないかっていう、ね、わざわざ夢でそういうこと言うんですね、だからやっぱりそういうこと非常にこだわってる、やっぱり髪型が命、それがタイトルになってるって、ね、うん、そうなんですね。そういう話で、まあ夢が覚めてみたらそこには髪剃りも何もないのに栄えてちゃんと剃ってる、うん、あったという、そういうね、はい、まあ話なんですね、はい、はい。でもちょっと時間がなかったかな。そうですね、うん、で、まあこれは、はい、もうこれは読んでいただけば泣けます、うん、これは本当にもう、あとまあ原作でこの挿絵がまあピカイチという、うん、そうですね、私とサヤさんとはもうこの絵が一番と思っている挿絵、ちょっと今回の、ね、現代語訳にこの挿絵が目立つ形ではちょっと載せることができてないんですけど、ね、さっき捻挫と和歌集の関係というのは、うんうん、江戸時代の方にいっぱいあるんですよ。捻挫の方がやっぱり力も強いしお金もあるし、お金というか、まあ、それが身分も上だしね、当然中心になって捻挫、が和歌集を支配するわけです。で、和歌集は捻挫に支配されるっていうか、そういう関係なんですが、西鶴のこの作品は逆なんですね。だからまあまさにそのなんて言うんでしょうね、当時の、まあ、主導の理想的なというか和歌集のなんていうかな、願望というか、うん、まあ捻挫たちの願望でもあると思うんですけどね、うん、でその姿がよく描かれたのがこの捻挫、うん、が下から見上げていて、うん、そして、和歌集が上から、まあ、切ろうと、でこの2人の視線がね、一致している、うん、あ、そうそう、視線が一致している、ね、でさらにそれがこう対角線と平行に、あ、そうそう、それ、はい、あれですね、視線が描かれていて、非常に美しい、タイで、そうですね、非常に美しい構図、はい、ということですね。殺されたい、愛する女まさにこの通りの、はい、コースという、はい、じゃあちょっと時間も